アメリカ初のグローバルライフスタイルブランド、トミー・ヒルフィガーは、2023年秋に、ブランドの原点に立ち戻り、家族を対象とした包括的なアプローチで、赤、白、青の DNA を再解釈したキャンペーンを展開します。このキャンペーンには、日本から、ヒップホップアーティストのクレバ、ラッパーで、プロデューサーのパンプ EE、俳優で、モデルのスミア E、そして、韓国から K-POP アーティストのストラ、YKID S など、大野彩奈キャストが参加し、トミー・ヒルフィガー2023年秋の新作コレクションを通じて、世代を超えて愛される、タイムレスなプレップスタイルとクラシックアメリカンクールを披露します。クインシー・ジョーンズ、シザ、パロマ・エル・セッサー、アンバー・バレッタ、デボン・アオキ、スティーブ・アオキなど、親族や友人がアメリカーナの楽観主義的なテイストを体現し、今回のキャンペーンをサポートします。クレバ、ブンペイ、サム・アヤー、エストレイ・キッズは、それぞれの絆を通じて、現代の家族の形を表現します。トミー・ヒルフィガーは、このキャンペーンは、私たちのブランドバリューである、帰属性、ベル・オンギン・ジーと、包摂性、アイ・インクルーシビティを、家族に焦点を当て、総合的に称賛するものですとコメントしています。個性豊かな友人たちや、深い絆で結ばれ、お互いに支え合う家族を起用することで、私の大切な存在を思い聞かさせるきっかけにもなっていますと続けました。2023年、秋のコレクションでは、大自然への逃避と、トミー・ヒルフィガーのクラシックアメリカンクールからインスパ、癒されたスタイルを提案します。今回のコレクションは主にアウターウェアに焦点を当て、ニューヨークパッファーは90年代に注目されたオリジナルパッファーからインスピレーションを受けつつ、大胆なブランドロゴ、鮮やかな色彩、オーバーサイズのフォルムを現代風にアレンジしています。伝統的なスタイルとアーカイブのシルエットを現代的に再解釈し、トミータータン、赤、白、青、グローバルストライプ、TH モノグラムなど、ブランドのシグネチャーをコレクション全体にわたって優美心たっぷりにリミックスしています。このキャンペーンでは、各家族の個性、コミュニティ、監査会を表現するために、自然の中で撮影されました。友情、コミュニティ、文化が一体となり、親密さを感じさせる、ポートレートは、ポジティブなエネルギーと喜びを共有する、感覚を醸し出しています。